魔獣の目撃情報があったのはこの辺りのはずだけど。まあそうだな、もう少し広い範囲を探してみよう。数時間後。なあユジオ、あれ養蜂場か？ん？ああそうみたいだね。興味あるのかい？いや、羽地家庭の蜂蜜パイを思い出してさ、懐かしいなって。確かに、なんだか長い間食べてない気がするな。そうだ、あそこの蜂蜜パイを買って帰ろうか。そりゃ明暗だけど、ユージオから言い出すなんて珍しいな。別にいいだろ、たまにはさ。ほら早く行こうよ。ああ。すみません、蜂蜜パイを買いたいんですけど。蜂蜜パイね、今はちょっと高いけどいいかい？ええ、大丈夫です。いくらですか？一つ15シアだよ。15シアだって、いくらなんでも高すぎないか？仕方ないだろう、そうでもしないと元が取れないんだ。そんなに高くしてるってことは何か理由があるんですか？ああ、最近蜂のほとんどがどこかに行っちまったんだよ。そのせいで蜂蜜も取れなくなって。この蜂蜜パイはうちの名物なんだが、今は貯めてあった蜂蜜を使ってるせいで少ししか作れないんだ。このままだと蜂がみんないなくなってしまうかもしれない。そう思うと怖くて夜も眠れなくてな。それは深刻ですね。あのすみません、その件僕たちに任せてもらえませんか？ああ、そりゃ嬉しいけど。すまないが、お前さんたちに何ができるんだい？申し遅れました、僕は帝立北セントリア修験学院上級修験士ユージオです。こっちは同じく上級修験士キリト。僕たちは王都の対策本部から魔獣討伐の任を受けています。今回の件に魔獣が関係しているのではないかと思うのです。ですからどうか任せていただけないでしょうか？そうだったのか、変なことを言って悪かった。そういうことならよろしく頼むよ。ありがとうございます。ユージオはそんなに食い意地が張ってるわけじゃないのに、どうしてこんなに本気になってるんだ？なあユージオ、蜂の行動について何か心当たりはあるのか？ううん、全然こんな話聞いたこともないよ。キリトは何か知らないかい？ユージオが知らないのに俺が知ってるわけないだろ、見当もつかないよ。そんなに自信満々に言わなくても。しかしそうなると手がかりなしか。相手が蜂じゃ足跡も残らないしな。せめてどっちに行ったか分かればな。それってほとんど答えじゃないか。そんなのすぐに分かるわけ。どうしたんだユージオ？何か匂わないかいキリト？いや、匂うというより香るって感じ。香る？言われてみれば確かに。あっちの方からだ、行ってみよう。あれは魔獣か？体中に花が咲いてるみたいだ。見てキリト、魔獣の周りに蜂が群がってる。蜂たちはこの香りに誘われて養蜂場から離れてたのか。まさか本当に魔獣の仕業だったなんてな。よし、早く討伐してしまおう。
行きます。ユージは？ああ、キリトもね。見ろユージは、蜂が戻っていくみたいだ。よかった、これで解決だね。養蜂場に報告に行こう。おお、お前さんたち無事だったか。蜂が養蜂場から離れてしまった原因はやはり魔獣でした。その魔獣は討伐したのでご安心ください。やっぱり蜂が戻ってきたのはお前さんらのおかげなんだな。本当にありがとう、助かったよ。これなら商売も元通りにできそうだ。それならよかったです。改めて買い物をお願いしてもいいですか？ああ、蜂蜜パイな。お礼にいつもの値段にするよ。お前さんたちが来てくれなかったら商売上がったりだったんだからな。ありがとうございます。蜂蜜パイを3つお願いします。3つだな、毎度あり。また来てくれよな。はい、もちろん。ああ、今日は随分腹が減ってるんだな、ユージは。何を言ってるんだい、キリト。これは全部君の分だよ。全部俺の？お前こそ何言ってるんだよ。あの時ハチミツパイ3つかけるって言ってたろ。僕が負けたのにずっと約束をすっぽかしてたからさ。どの時だ？あ、悪い、全く覚えてない。キリトがゼフィリアの種を植えた時、絶対咲くからハチミツパイをかけるって言ったじゃないか。あの時か。あ、確かにそんなことを言ったような気がする。キリトの言った通り、ゼフィリアが咲いた時からずっとおごろうと思ってたんだけどね。キリトってばいつも自分で買ってきちゃうからさ、僕がおごる機会が見つからなかったんだ。ここの蜂蜜パイは名産品みたいだったし、ちょうどいいと思ったんだよ。なるほど、それであんなに真剣になってたのか。けどあれは俺が勝手に言っただけだろ。ユージは何もかけなかったじゃないか。確かにそれはそうだけど、北帝国でゼフィリアが咲いたのを見た時、僕はすごく驚いたし、自分のことみたいに嬉しかった。あの花から僕は何でも最初から諦めちゃダメだって学んだんだ。キリトはいつもいろんな可能性を見せてくれる。僕にとってあのゼフィリアは
その一つだったんだよ。友情だから、これは僕からのお礼でもあるんだ。ありがとう、キリト。これからもよろしく。それならありがたくいただくよ。これからもよろしくな、友情。